続きまして本日のダブルメインイベント2試合目、赤コーナーより挑戦者ジミーヤンキー入場。続きまして青コーナー EWGP ヘビー級王者力丸トリオ入場。ダブルメインイベント2試合目、 EWGP ヘビー級選手権試合時間無制限一本勝負を行います。赤コーナー挑戦者ジミーヤンキー。青コーナー王者 EWAWIN 力丸のり。弁蔵さんによるただいま入念なボディチェックが行われてますね。そうですね、はい、さあいよいよダブルメインイベント第2試合、本日の最終試合でございますね。泣いてもらっても最後ですね。はい、はい、さあそして今放り投げたベルトを弁蔵さんが広げまして、さあ EWA の四方ヘビー級のベルトを、はい、チャンピオン挑戦者ともに確認してますね。輝くベルト、試合が終わった後に星に巻くのはどちらかといったところ。そうなんですよね。はい、さあ今入念なルールチェックですね。そうですね、はい、やはりタイトルマッチですからクリーンな戦いで行ってもらいたいことですね。できればそうしたいと思うんですけどね。はい、シェイカー、おっとここはシェイカーハンドですね。あ、はい、さあ今運命の言葉が鳴らされるか、鳴らされるか、さあさあ確認を取って、さあ今工業最終者が今ゴングが鳴らされました。さあ赤コーナーが、チャレンジャーのジミーヤンキー選手、もうそろそろおなじみなんじゃないかなといったところもあるんですけど。そうですね、はい、もうやっぱり一番突破回数くるのが回数多いですからね。来る試合大体メインとかメイン級の試合ばっかりですからね。そうですね、はい、さあそしてチャンピオンが力丸のりお選手。さあ近、最近はですね、はい、の WIL という団体、そちらの方にも2団体所属という。そうなんですね、春に急に転勤になりまして。そうですね、東京に行くことになっちゃったんですよね、はい、しかしながら EWA のヘビー級チャンピオンのままという。そうですね、はい、そういった衝撃もありましたからね。さあ4つで、さあ力比べか、さあ出方を伺っているような感じでしょうか。さあここはジミヤンキー選手がちょっと体重をかけて、そうですね、はい、準備を決めていってますね。ここはやっぱりジミヤンキーの上手さがすっごいですよね。そうですね、単純なパワーで言ったらやはり力丸選手の方が体格重いですから。そうです、はい、ありそうな感じしますけどね、さあここは手を体勢、さらにさあガットショットからハンマーパンチ、背中へ重い刺激。さあジミヤンキー選手ちょっとこうやって行くの結構珍しいですね、はい、僕そうですね、うん、こう慎重に行く、慎重に行って、グラウンド持ち込んで、うん、って感じが強いと思ったんですけど、こうやって打撃から入るのが意外と結構珍しいような気がしますね。あ、そうなんですね、はい、さあロープへ振って、さあバックハンドエルボー。さあそして足に、おっとニーロップをかわしていく。さあ立ち上がりを、おっとさあドロップでしょうか、入ってたんですかね、ちょっと、そうですね、見えなかった、はい、角度的に見えなかったですね。
さあロックアップ、がっちりとしたロックアップからさあバックを取っていくジミーヤンキー。あ、やっぱりジミーヤンキー選手のロックアップでも上から行くから多分リキマルにしたらやりづらいロックアップだと思いますよ。相手を威嚇するというか圧を与えるロックアップですね、さあバックの取り合い、さあジミーヤンキーがバックを取る、さあバックハンドエルボーを狙っているがなかなか打てないですね。そうですね、はい、ああここは今足を持っていく、ね、ですね、はい。リキマル選手やはり悪い選手ですし、体格もああいう感じなんですけど、テクニックが確かなんですよね。そうなんですよね、はい、ああ見えてパワーファイターっていうよりはトータルファイターというかテクニシャン気味ですよね、どちらかというと。そうですね、だからリキマルのやる前のプロレスはルチャ以外は大体やりますからね。さあしかしながらジミヤンキーもここはヘッドロックですよね。ヘッドロックの形で返していく。でもやっぱりグラウンドとかでやるとやっぱりジミヤンキー選手の方が俺は分があると言いますね。はい、はい、さあヘッドロックで使われたまま立ち上がっていく。さあ、リキマルをヘッドロックで捉えていくが、ここはロープへ押し込んでロープスルー。さあここはタックル、おっと一撃勝ちましたね、はい。さあ体重を乗せていきましたね。さあね、ジミーヤンキーが優位の体勢からおっとナックル、ナックルハスクル、さあエルボーですね、さあエルボーですね、はい。さあ2リフトで、さあリキマルが優位に立ち、さあコーナーへ頭をぶつけていく。さあリキマルがあっとチョップですね、はい、コーナーで押し込めるチョップ、エルボー、くてくてしエルボーですね。ここはちょっと打撃で主導権握りたいというか、そうですね、相手の体力をずっと置きたいって感じですかね、まあ、この辺が結構大事なんですよね。前半とあっとストンピング、ストンピング、これは反則ですね。さあしかしならこうやって打撃の連打を見ますと、やっぱダメージってものが蓄積していきますからね。そうですね、それが、ね、今やってることが10分後、20分後どうでいくかというかに、はい、もう変わっちゃうんですよね。しかもここでスリーパーですよ、はい、とにかく相手の体力を削ってやろうといったのは散々ですかね。そうですね、プロレスって本来やっぱりそうなんですよね、はい、どこまで体力を、相手を削るかがそうなんですね。これはですね、変形のアームブリーカーといったところ。そうですね、はい、珍しい形ですね。いやー今日は勉強になるわ、うわっがいっぱいある。そうですね、さあ腕への、ここで腕へのストンピング、さあ力丸の両の左腕に標準を合わせてるんでしょうか。そうですね、はい。ジミーヤンキー選手の必殺技はミラクルエクスタシーといって、はい、ショックスラムからのボムリオに落とすような形の技なんですけども、はい、でも1点攻撃とかそういうのも全然できる選手ですから。いや、あのね、逆に一番怖い選手なんですよね、はい、だからなんだろう、もう直球もあるし、はいはいはい、変化球もグリグリも上がるしって、はい、手つけられないんですよね。ダルビッシュみたいな。そうです、そうです、はいはい、さあコーナーに登っての、マウントパンチ。やっぱりさっき、はい、コーナーでのストンピング増えてますから、はい、それに対するお返しというか、ね、そんな感じですよね、はい、さあストンピングを一発入れて立たせて、これはフライングメイヤーですね。フライングメイヤーからラックル。どういう経過、どういう経過、もう向きですね、はい、北海道にアメリカ南部の風が吹き抜けるようなそうですね、そんな感じですよね。そんな感じですよね、はい、はい、さあ優位に立っているのは挑戦者であるジミーヤンキー。そうですね、どうしても言わんばかりの表情から、はい、さあナックル、エルボーですね、エルボーですね、エルボーですね、はい、さあチャンピオンもエルボーを返していく。しかしやはりダメージがちょっともう効いてますね。っていうかね、やっぱりジミーヤンキー選手の方がこう打ち下ろしてるから、その分、はいはい、うん、リキよりは分があるんじゃないかな。あっとサミングから、あっと左膝。さあやっぱり体重の重い選手は膝が弱いというのは常識ですからね。ちょっと言うか、はい、リキはガチで膝手術してます。あ、そうなんですか、もう何年か前に。ウィークポイントなんですね、はい、さあ膝、さあ膝を持っていきますね。さあこれはまた先ですね、レッグスプリットからですね、スプリット、はい、英語で言うとかっこいいですね。そうなんです、それ日本語で言うとまた先ですからね。はい、そしてエルボードップ、ね、はい、本当基本通りですね。そうなんですよ、ヤンキー選手とにかく基本しっかりしてますから。そうなんですよ、あーっとこれフットスタンプ、フットスタンプですね、ダブルフットスタンプ。逃げない逃げない、
これはやばいですね。あのね、力丸あれなんですよ。結構ね、膝外れたりするんですよ、試合中とか。だからちょっとやばいですよね、やっぱり。ちょっとレフリーはちょっと逐一確認してもらいたいですね。そうですね。足の状態が気になるところ。そうです、膝は本当に悪いです。はい。さあ、力丸選手の打撃にも力が入んないですかね、膝に。そうですね。はい。これはうまい。クリーム膝の、そば、そうですね。はい。そしてこれは足4の字か、違いますね。スタンディングの4の字ですね、ここ。さあ、さらに体をひねって、ひねって、ちょっとやらしいっすね。そうですね、たっぷり間を置いての。そうですよね。ああやって体をひねることによって、はい、足がさらに決まるんです。そうですよね。いやー、これは厳しいぞ。うわ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 、いや、壊しにかかってますね。そうですね、はい。いや、あのね、俺、はい、力丸のベルト取った時に、はい、自分より強い相手とはやらんって公言してたんですけど、はいはいはい、今回ね、はい、こんな感じだからちょっとやられてる力丸っていうのはベルト取ってから見てないんですよ。そうですね、ほんとベルト移動もありえるかもしれないですね。いや、もう、もう津軽海峡渡る可能性高いですね。本州流出、そうですね、はい。さあ、しかしながら新年、ああ、うまいですね、はい。あー、このしかし腕を切り返していく。さあ、おっと、腕を固めてきますね。そうですね、アームロック、そして背中に一撃。ちょっと力丸選手立つのもやっとっていう感じですかね。やっぱり膝が軸だし、軸なんで、やっぱり、はい、して、体重移動も難しい。あー、やっちゃった。厳しい。これは厳しすぎる。はい。さあ、しかも後ろからですから、膝裏って結構やばいんですよね。これ1点攻撃とかさせると、はいはいはい、ジミアンキーの方が1枚も2枚も上手なんですよね。そうですね、はい。さあ、チャンピオンを見下ろしていくジミアンキー、挑戦者であります。さあ、しかし、なんとか力丸もこの窮地を出したいとエルボーを打ち込んでいく。さあ、3発、すごいやらしいですね、ここら辺。そうですね、踏み込みの時の左だから。そうですね、あえてのエルボーを打たしといてのもう膝を狙っていくという。踏み込みだと軽くなっちゃうから。はいはいはい、ああ、なんかやろうぜ、ね。さあ、これは反則。さあ、これは反則。しかし、今日は反則。ああ、これ厳しいですね。厳しいですね。しかし、チャンピオンまだ、当初は消えてませんね。消えてですね、はい、でもこれだけね、はい、力丸が家に来て、はいはいはい、攻め落とされてるのってあんまり見ないですね。そうですね、しかし、あ、打撃でなんとか、さあ、活路を見出したいチャンピオン。あー、危ない。やっぱり膝も、はい、ギリギリでしたね。だから膝痛いのやっちゃダメだよって話なんだよ。そうですね、そしてエルボードロップ、毒針が刺さっていく。だからやっぱり10分経過膝やっちゃう、そうですね、膝やっちゃうと、はい、どうしてもなんだろう、プロレスの技に関してはやっぱり、はいはい、ね、結構全部重心的にいっちゃうから、そうですね、やっぱ膝やられると立てなくなっちゃいますからね。そうですね。ああ、もう踏ん張りが効かない。あー、チャンスを見た。さあ、これは足を伸び、さあ、リッキーバルの腕の太い足に足を伸び、これがっつり踏み込んでますよ、これ。はい、私も経験あるんでわかるんですけど、足太い選手って、足の字がっつり決まっちゃうんですよね。もう入ったら終わりですよね。なかなか入ってないですよね。あの、もう外れないですよね。そうです、そうです、はい。いやー、これはガッチリ入っちゃってるから厳しいっすね、もう。ちょっとニアロープがなんとか逃げられるか。いやー、今なんとか逃げましたね。はい。あの、ここまでちょっと窮地に立たされてる力丸の両面。おっと、立ってますよ、これ。はい。カモン、いいだめ。さあ、もう。さあ、北海道超えてますね。おい、うわぁ、おい、今どうした、おい、どうだ、いやぁ、おい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 、さあ、お互い一と一がぶつかっていくエルボー、打撃合戦、あっと、すぐ足を持って、あっと、逆回転のドラゴンスクリーン、マンダラギネリみたいな感じですかね。そうっすよね。はい、さあ、そしてさらに足を、さあ、これは厳しいぞ。いやぁ、
さらに変形の足音の字、あー足音の字ですね。そうですね。はい。いやーやっぱり一番の足音があるから。そうですね。まあ今ガッチリなんですよね。いやーこれ厳しい、本当厳しい。回るのも一苦労ですよ。あとこれは返していく。さあ一回返していきますが。あーあのですね。はい。おお。あ、角の勝負ありましたね。はい。さあ足音の字が今ようやく外れました。さあお下がりください、お下がりください。レッツアーの周り大変危険です。お下がりください。さあ今場外でジミーヤンキーが力丸のりおを捕まえていきますね。さあちょっと嫌な予感がします。戻れ戻れ。さあお下がりください、お下がりください。さあ下がって、かなり押されてますね、力丸。そうですね、さあ、チャンピオンがふてくてしく手拍子を追っていく。さあ、さあ、さあ、何をするか。おー、しかし、ニーリストで迎撃。ずっと風向きが変わったから、あー、すごい。あー、ちょっと今、こめかみぐらいになりましたよ。さあ、これは厳しかったですね。いいところ入っちゃいましたかね。そうですね、はい、だから動き止まっちゃいましたね、一瞬してね、はい、はい、しかしやはり足の状態はいかんせん良くないですね。よし、状態良くないですね。しっかり立ってるように見えるんですけど、ロープに、ま、寄りかかってますからね。そうなんですよ、はい、だから、なんだろうね、本当は攻めたいんだけど、はい、やっぱりここで追っかけるとですね、やはりちょっと怖いですから、自分踏みますからね、はい、ここはチャンピオンは、自分の体力を回復できることを、そうですね、宣伝してるところ。セブン、さあ、自分から足の状態を確認してますね。だから、なんだろう、こう、今は相当多分しびれてると思いますね、逆に。力丸の肘は、あ、膝、膝は、ね、はい、むしろちゃんと動くかと思う、クリーンといったところです。あっと、入り際、さあ入り際の向こうのところを狙っていったら力丸の量、チョップチョップチョップ、2発からロープに振って何を狙うか。さあおっとルーティンスプレス、さあストーンコールドよろしく、パンチパンチパンチ、青い青い、さあ走り込んで、さあ落としていったエルボードロップ。さあカウントは2カウント、いいですね。さあここ狙ってましたね。そうですね、はい、さあ勝負どころ取れたか力丸の量。さあここはブレーンバスターの体勢から、さあ、ブレーンバスター。さあ、ここは豪快なスープレックス。いやー、そうですね、はい、ここはちょっと、リキが頑張ってくれないと困りますね。そうですね、としても、チャンピオンちょっと余裕出てきましたかね。そうですね、はい、煽って、これはあ、アスパナー狙ったか、ロープの点、すごいクールボーイ、ワン、ツー、アウントツー。さあ、距離を自分から外しましたね、今ね。さあラリアットかわして、これはバックスライド、はい、ワン、あっとちょっとここは崩れましたね、崩れましたね、はい、今、はい、15分経過。さあここは、さあ背中に一撃、ダブルのスレッジハンマー。さあどなんかやってるジミーヤンキー選手も苦しそうですね。そうですね、やはりちょっと場外でのそうですね、聞いたのか、ちょっとここはそうですね、佐々木の一応ね、地味焼き選手ですからね。そうですね、ちょっと体勢を直してるような感じですかね。そうですね、はい、さあここは一度一度ぶつかり合い、エルボーを打ったらこの時間で一度張り合いは苦しいですね、はい、はい、さあ右の方、エルボーとエルボーの打ち合い。さあおっと走り込んでのエルボー、見れましたね、その勢いに両下のエルボー。さあもう、あーっとこれは両手で打ち込んで、エルボー、あー大打ち、大打ちっすね、両者大の字。さあ、これは、これは、さあ、ダブルダウン、アウトワン、さあ、さあ今ダブルダウンのカウントが外れてます。ね、おーっと、力丸の方がちょっと、わーでもやっぱり5台かかってますね、はい、そうですね、ちょっとここまで来るんですけど、膝だけ変わるから、そうですね、我慢してやった分、また明日の場合やっちゃいますからね。勝ちましたね、何度も行きましたね、 KO は逃れました。さあ、ファイト、さあ、どちらが仕掛けるか。さあ、力丸がなんとか前に踏み出して、さあ、エルボーをぶつけていく。さあ、頭を使って、しかし、エルボー、ワン、ツー、ローリング、エルボー、コンビじゃないですかね。さあ、そして、コーナーに、これ狙ってますね。いこう
さあコーナーに乗っけて流れ式ですか。何やるんですかね。さあこれ怖いですよ、怖いですよ。お、ブレンバスターですかね。ブレンバスターですね。さあ流れ式のブレンバスター、さあ思いに決まらず投げられるか。しかしチャンピオンもなんとか耐える。これは座ってはたまらないと。さあ力丸に対して、あっと、さあ飛び上がるようなドッグキック。さあ、なんだ、なんだ、何やんだ。さあバックに回って流れ式の、なんだなんだなんだ、嫌な予感がするぞ。さあさあさあ、おーっと、これはネックフリーカーか。さあ前方も目付け式のネックフリーカーですね。ですね、はい、DDT の感じですよね。あ、そうですね、さあ頭が刺さったか。ちょっとね、あの自分のリードの体重があるから、ね、ああいう落ち方って結構危ないですね。おっと、これはフィニッシュ宣言か。お、両手を広げてジミーヤンキー。さあさあ狙っている、狙っているぞ。さあさあ走り込んでスリングプレイドー。さあさあ得意技を決めていったジミーヤンキー。さあホールワン、おっとホールではないと。さあ終わりました。おっと飛びました、飛びますよ、飛びますね。さあ、おっと飛び、さあさあ得意技の分散プレスを狙っている。しかしちゃんと何とか立ち上がってロープを揺らす。さあ背中一撃。おっと、これ嫌な予感がしますね。何やるの、何やるの。さあさあ、なんだこれは、なんだこれは。さあ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 、流れ式、流れ式、流れ式の流れ式の、さあ背中一撃。さあ体勢を十分な下準備をして、流れ式の、さあさあさあ、やった。おっと、あー、もうなかった。そんな感じですよね。まずワン、セカウント2でくる。わー、意地で返した、意地で返した、意地だよこれ。さあちょっとですね、こちらから見るジミヤンキー目がうつろですよ。そうですね、はい、いや、あれは疲れた。さあさあ、これは狙っていくか。ロープへ振って、さあ終わりの宣言。さあポップアップ、パワーボメーファール、ワン、セ、ニ、俺終わったと思ったわよ。返したー、王者の返しましたね、返しましたね、やりますねー、ジミヤンキー選手。さあ、おっと、コブラクラッチじゃないですかね。コブラクラッチですね、もう内部に構わず勝利を狙いってますよ。さあ、コブラクラッチで締め上げていくチャンピオンに行きます、これを果たしますね。はい、さあ、さあ、どうするのか。おっと、おっと、レフリーを掴んだぞ。さあ、レフリーを掴んで、なんとか難を逃れましたね。そうですね、はい。さあ、お互い両方とも満身創痍といったところ。20分経過、20分経過、20分行きましたね。20分経過、さあ、そして走らせて、もう一発でポップアップ。しかしこれは返した、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 ワン、ツー、あーっと、カウントツー。これ狙ってましたね、狙ってましたね。さあ、飛ぶぞ、飛ぶぞ、飛びますね、飛びますね、ジミヤンキーが飛びますね。さあ、北海道今ウブーズ、さあ、しかしならホールにはいけない。今日力丸の立ち上がり、あーっと、ダメですね、膝がやはり、いやダメージがお互いもう尋常じゃないですよ。さあ、エルボー、さあ、こうなったらあとは気力と気力のぶつかり合い。そうですね、もう制御力の戦いですもんね、はい、この試合に最後まで立っていた方が EWA のヘビー級ベルト、その腰に巻くことができます。さあ、ワンスレルからローリング、エルボー。さあ、しかし、ホールさあ、おさあ、そして捕まえて、これは何だ、コブラクラッチ、コブラクラッチですね、はい、はい、さあ、コブラクラッチ、さあ、締め上げていく。さあ、意識は大丈夫か。さあ、さあ、なんとかロープへ逃げたい、ロープへ逃げたい、ジミヤンキー、ジミヤンキー、あー、どん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 リングしよう。そしてレインメーカー式のポップアップ、パワーボム、ワン、ツー、スリー。21分30秒、 EWGP ヘビー級選手権王者、力丸のりお勝利。いやー、20分を超えるキックオフ。
しながら、さあしかしながらジミー・ヤッキー選手、いやあと一歩でしたね。いや一歩っていうか本当目の前に全部あったんですよ。そうですね、本当あと小指の先といいますか。そうなんですね、本当に発達しました。しかしながら激闘を見せてくれました。そしてこの非常に残ればイタベーヘビーキングスを防衛に成功しました。ディックアルド選手、そうですね、パスのもうギリギリといったところ、ギリですね、今回は勝者の腰にベルトがサイズが足りません。マイク持ってくんの早い。お疲れ様。母さん、やっぱ強いわ。こういう強い相手とここで試合ができたこと嬉しく思う。これは心から。一応この試合が今日11試合の大取りのメインイベントではあったけども、今日11試合に出るために北海道の選手はもちろん関東とか東北とかからも、選手が来て、全員メインイベントのつもりで試合の準備をして臨んで試合をしたと、俺は思ってます。俺はこういうことを言うのもおこがましいんだけど、今日これだけの選手が札幌に集まって試合をしたということは、EWA という北海道の札幌のアマチュアプロレス団体が、33年かけて、築き上げたものの上に今日一日はあったと思っています。で、まあ8月に代表がラショモンハラさんから、ナンバーケンタに、変わって、新しい EWA が、スタートしました。今までの33年の歴史は、俺は4年ぐらいしか関わってないけど、OB の選手たち、ラショモンハラ、ダルモマコトさん、スナイパーケンタ、人工寺千春、ジャイアント、他にもたくさんの選手たちが作ってきた33年の歴史があります。そして明日からまた新しい33年が始まります。今日のこの素晴らしい大会も明日になれば歴史になってしまうので、もちろん今日出場した選手全員歴史を作った一人、そして、会場に、足を運んで最後まで観戦してくださったお客さん、皆さんが、歴史を作った一人一人です。今まで、33年間ありがとうございました。そして明日からの33年間をよろしくお願いします。今日はご来場ありがとうございました。Thank you.